複雑な題材を分かりやすく解説、石原健太先生。主な担当講座はジャズ。皆さんこんにちは、ヨアラ研究所所長の石原です。今回はジャズピアニストとピアニストの違いっていうのをお話しさせていただきます。これね、ジャズピアニストもピアニストもピアノっていう楽器を弾くんですけど、一体何が違うのかっていうことを、まあ、僕なりの考察をお話しさせていただきます。で、まあ、こう、いろいろなことを思う方がいらっしゃると思うんですよ。ピアニストの人はこう、しっかり演奏して、ジャズピアニストの人はこう。なんかアドリブができるとか、なんか、ジャズピアニストの人はこう。複合音みたいなのをね、対応するとか、こう、いろいろなことを思う方がいらっしゃると思うんですけど、でも実際クラシックのピアニストだったりとか、もう、こう、すごいアドリブが得意な人いますし、例えば飛び石以降の作品とかだったらもう、ガンガンね、こう、こういう複合音みたいな、なんだろう、濁った和音みたいなのをよくね、使ってくると思うんですけど、じゃあ、一体、ジャズピアニストのピアニストの根本的な違いっていうのは何かっていうことがあると思うんですよ。で、それが何かって言いますと、僕はアクセントの付け方だと思いますね。まあ、これどっちがいいとか悪いとかっていうわけではないんですけれども、ジャズピアニストはジャズピアニスト特有のアクセントの付け方をします。そのジャズピアニスト特有のアクセントの付け方っていうのが、まあ、何を弾いても出るんですよ。楽譜取りに弾いても、無意識のうちに出ちゃうんですよ。なんでかっていうと、そういう音楽を常にインプットして、そういう音楽を常にアウトプットし続けているから、こう無意識に、そういうアクセントになってしまうんですね。まあ、例えばこの曲、まあ普通に弾いたらこんな感じかと思います。もうね、すでにちょっとジャズピアニストのアクセントっぽくなっちゃってるかもしれないんですけど、これはね、ちょっと極端かもしれないんですけど、ジャズピアニストのアクセントで楽譜をそのままに弾くと、まあこんな感じになります。みたいな感じになります。で、ジャズピアニストの人ってこういうアクセントの取り方を感覚レベルで落とし込んでるので、まあ何弾いてもジャズも聞こえちゃうんですよね。例えば。みたいな感じになっちゃうんですね。でね、これ本当になっちゃうんですよね。なってしまう。良いか悪いかは別として、こう、ジャズのアクセントになっちゃうんですよ。何弾いても。で、これじゃあ普通のアクセントとジャズのアクセントを使い分けれるかって言ったら、無理ですね。僕は無理です。おそらくすごい技術のあるピアニストでも、使い分けはできないです。どっちかに偏ると思います。どっちかっていうか、その人が持っているルーツとなっているジャンルのアクセントの取り方に偏ると思います。で、音楽においてオールラウンダーっていうのはいないので、少なくともピアノ演奏においてオールラウンダーっていうのはいないので、まあ何かのジャンルのアクセントの取り方に偏る、または何もないということに偏ってしまう、ということだと思います。はい。今回はピアニストとジャズピアニストの根本的な部分の違いっていうのを僕の考え方なんですけど、お伝えさせていただきました。それが何かって言ったら、アクセントの取り方、アクセントの付け方の違いっていうことです。もうこういうフレーズなんて顕著ですね。とかっていうフレーズなんか顕著ですね。多分ピアニストの人は全部弾くんでしょうね。でもジャズピアニストの人は、みたいなアクセントの取り方、ちょっとやりすぎかな。みたいなアクセントの取り方を取るということですね。で、ちょっとね、暴論になっちゃうんですけど、ジャズかなんちゃってジャズの違いって俺こういうところだと思いますよ。もう極論を言ったら、ジャズかどうかなんて、ジャズをその人が好きで聴いてるか聴いてないかの違いなので。で、ジャズを聴いてたら、ジャズばっか聴いてたら、おのずとこういうアクセントの付け方になるんですよ。今回の動画が少しでもいいなと思った方は、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ヨアラ研究所では、より良い動画、より面白い動画を作れるように、頑張っていきます。ご視聴ありがとうございました。ヨアラ研究所でした。